上だね。まあ関西で一番有名なバケトンってやつですね。あれ、私の、うわ、これもすごくね。これ、すごいですね。すごい。あのね、これが私の念仏寺ってやつですね。そうですね。多分ね、はい、僕の黒崎くんっていうヤンキーがやってたとかって、うん、この辺らしい。ここ。はい、どこ、この辺って言ってんの？なんかある。でもね、この辺に地蔵ってないんですよね。反対の、あ、確かに。地蔵ってないの？あ、地蔵あった。これで首がなかった。え？ない。ない？ない？右側。うわ、これ？黒崎くんのやつ。これやん。マジ？黒崎くん何やってんの？潮滝トンネルに行きましょうか。いろいろとあるところですね。これがね、まあ関西で一番有名なバケトンってやつですね。なんかこれこんな感じで清滝隧道ってなってんってあんま見ないからすごいな。清滝でバーベキューできませんね。ああ、なんかできたんですよ前この先で。ああ。北に進みます。おお、Google マップ、Google マップつけっぱだった。ずいぶんがっつり呼吸してるんだね。ね、もう風がすごい。ちなみにここ、先ほどね信号がありましたけども、来た瞬間は青色でしたね。ただなぜか向こう側から車が来て、こっち青だからね、向こう赤のはずなんですけども。風めっちゃ抜けてきてる。一応ここがもともと愛宕山鉄道用のトンネルだったっていう。ああ、そうだよね。そう、鉄道用のトンネルなんですよ。そうだよね、うん、鉄道用の風が抜けてくるからすごさね。距離感わかんねえこれ。うん、確かに。もともと結構長いんだけどね。もともと長いよね、これ、うんうん、暗いとこと明るいとこがしましまでずっと続くじゃん。そうですね、距離感狂うわ。あ、寒い。iPhone だったら多分拾ってますよ。あ、ああ、ダメか。あ、真ん中ぐらいだからな。で、ここをね、車で通ってるとボンネットに降ってくる何かがいる。どっから降ってくるのかわからないけど、徒歩とかだとどうなんだろうね、それね。まあ、行きと帰りの長さは違うんですよ。鳥取って書いてる。ここ鳥取に来ちゃったよ。長さのトンネルなんだよ。うん、一回歩きで、はい、ここで走って、うん、何やったかな、かけっこしようみたいな感じになって、はい、入り口にみんなカバンとか置いて、うん、シャッと置いて走って帰ってきたら、こう
こうめっちゃ綺麗にカバンが積み上げられてたっていう聞きましたね。優しい介護そう、あの曲がってるところはさっきからずっと見えてるのにさ、うん、一向につかないの気持ち悪いよ、ね、そう近づいてこない。シワだから、シワ越えてったら近づいてくはずなのに、なんだこれ。確かに確かに、なんかあの感覚が狂うわこれ、うん。あとなんかあれだ、今別に何も聞こえてないよね。なんか北国さんがこの間来たらしいんですけど、うん、なんか川のが流れてるからずっと子供の声みたいなのが聞こえてたって言ってたんだよ。川は流れてる、うん、でもそんな子供の声って聞き間違えるような音じゃないですよ。そうだ、鳥が鳴いてたらね、うん、女性とか子供のキャッキャッっていうのとかキャーに聞こえたりするよ。猿もそうだけどさ、ここな、ここに潜むよね。あ、ここにここに潜んだのね。ちょっと、ちょっと、あそこに小田さんの先輩が潜んでたんですか。先輩知り合いの人が白装束を着て潜んで、めちゃくちゃ怖いですね。そんなものその精神性が怖い、やっぱり。しかも止まったり戻ったりするわけがないじゃん、車乗ってる側としてはさ、ね、それはもう運転者の視界に入った時点で怪異なんだよ。あ、怖っこれ。あ、普通に怖えよ。倒木の心配をしなくて良さそうな外観してるからまだ。そうね、助かった。あ、なんかライトの色が、ライト、ん？上のやつの色が1個だけ違う。あ、もう抜けられますね。これなんで1個だけ色違うんだろう。劣化かな、普通に。なんだろう。でもね、トンネル全体のこの濃い方で行くと、写真撮ると真っ赤になる。うん、そうね。怖いな。確かに、ちょっと曲がってない感じ。ですよね。でも、ある階段作家さんはここを何十分も歩いてたっていう。寒いしさ、ずっとスモークかかってるから俺。吹きなさいよ、メガネ。幻想的な世界。そう、ちゃんとね、スポットでもマスクをつける。配信者の鏡。寒いからつけたんだよ。マスクするとさ、直接風当たんないから。そうですね、まあ。抜けたら川があるね、確かに。左手。でも子供の声には聞こえねえな。はい、抜けました。これで子供がこの上に墓があると言ってくると。トンネルで切れましたが、僕が取材した階段でこのトンネルの上に幽霊の子供がお墓があると言ってたんですよ。でお母さんの骨を砕いてって言ってたけど、怖い話があるんですよ。最後はでもその後、ET みたいに月に3人ともと帰ってきました。その辺がね、和田階段って感じですね。そう言ってましたから。でもその子が、ここのトンネルの上に、お母さんのお墓があって、うん。何だっけな、ちょっと待ってたんだ、みたいな。気づいてくれると待ってたとか、そういうことなんですかね。長く感じました。あとなんか壁のプレートにめっちゃ鳥取って書いてます。鳥取来てもうたんちゃーんってみんなで言ってます。あれ何なんですか。あれなんですかね。一応抜けたら右京警察署って書いてあるからね。あ、京都だ。あ、京都よかったって。鳥取じゃなかった。ちょっとこう。
ほんま紅葉ですよ。なんかね、僕のね、はい、地元の友達がね、夜中にこの辺に来て、うん、でね、どっかこの辺に旅館があったって言うんですよ。旅館？いや、もうね、家はあるけど、廃旅館みたいな。廃旅館だと、それあれって時間によってはもう崩されちゃってる可能性。もう多分ないと思います。広さ的にここに別に作れなくないですしね。でもね、この辺に僕そんなんした記憶ないし、ね、あそこでなんか黒い服の男を見てて、はいはい、4人中2人が見てて、あ、半数が、うん、チャンネル内はなんかそいつはこの川の下に降りてったって言ったんですよね。川の下に降りてったら廃旅館が、でもそんな意味はないっすよ。ないっすよね。ないでしょう。建ててた痕跡とかもね、こんなとこに作るっていうね、どうやって行くのって話ですか。やっぱいろいろあるんですね、話がね。そうそう、いろいろあるんですよ。あと暴走族が行って、はいはい、どうしたとかね。そうですね、はい、そんなわけでね、清滝トンネルを通り抜けましたけど、星がねすごい綺麗ですよね。いや、どうでした、清滝トンネルは。よかったっすね。でもさ、これさ、うん、お地蔵様でもあったのかな。ははなんかね、か言われてみればね。もうほんまやん、なんかあった。いやでも対比用じゃない、やっぱりちょっと狭いけど。狭いな。狭いけど、もともと線路があってってこと考えると、なんかあったんですかね、なんか、機械かなんか変圧的なちっちゃいの、何か、線路走ってたの。走ってたはず。まあ、愛宕山鉄道用のトンネルなんで通ってたはずですね。愛宕山鉄道っていうのがあった、右京区の嵐山駅から清滝駅までの普通鉄道路線と、清滝駅から愛宕駅までのケーブルカー、ケーブルカーか、ここ、そう、を二次大戦前に運営していたと。だから傾斜してるな、一方的に、うん、そういう意味でもテンション上がるの、配線好きだから。鉄道が、1929年昭和4年に、平坦線、高作線を順次開業。愛宕山に天童村スキー場を開業。1930年に愛宕山ホテル飛行棟開業で、1944年に高作線、平坦線を順次廃止、観光設備も閉鎖で、1959年に今さ、ね、人歩く店舗だったよね。そんな感じでしたね。近くかなと思って。店舗じゃないよね、今のね。向こうからと、まあ、地下かな、でも。でもなんか、こういう感じですよね。そう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 。足4本あったらもっとテンポ速くなるから、まあ、動物だって思っておくしかない。じゃないと怖いし。そうですね。私の念仏寺って人いるんですか？え？この時間に？いないっしょ、いるんかな？あの、住んでる人。いたとしても、この時間にで外歩かないでしょ。いや、俺らうるせえなと思って見に来たとか。だったらこっち来るでしょう。ここは歩けます？歩かないっすね、はい、歩かないっすね。あ、上道あるんか。いや、道じゃないでしょ、これ違う。うん、違うっしょ。道ではないね。ねえ、ちょっと鹿かなと思ったけど、
なんかちょっと違う感じというか。じゃあまあ足立のには二足歩行の鹿がいるということで。強えな。あのちょっと通りますよっていうあいつみたいな。はい、そんなわけで。この辺だったよね。この辺。こう移動してる。こっち向きに？でもなんか、まあ、動物しか通れないところだから。そうですね。人だとしてもね、通る理由ないからね。はい、そんなね、最後にちょっと不思議な現象になった清滝トンネルでございます。動物って思いましょう、はい、多分動物です、多分動物です。では